今日は県内で新たに3615人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。新たな感染者を自治体別に見ますと、静岡市で731人、浜松市で761人、その他の市や町の合計が2123人となっています。また19人の死亡が確認されています。曜日別に見ますと、先週の金曜日に比べておよそ2800人減っています。これで2日連続の減少ですが、感染者数は高水準で推移し続けています。病床の逼迫も解消のめどが立っていません。県中部では8割を超え、県全体で 79.2% となっています。ここに来て深刻さを増しているのが死者数の増加です。高齢の方の感染者数があまり減ってきていないという状況にございます。月別の死者数を見ると、今月はすでに198人。その数、累計の死者数の2割近くに迫っています。